はい、皆さんこんにちは、盆栽推奨の松江です。今回はですね、今まで、徒長枝の剪定、そして、今度は剥がりをしまして、いよいよ、小枝の剪定というところに入っていきます。今から始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今から剪定の作業に入っていくわけですけれども、そもそもどういうふうな作業かと言いますと、強すぎる枝ですね、強すぎる枝があったとして、で中の方に小枝とか、その近くに小さな枝があって、枝がこう分岐してるっていう風な感じの場所があったら、強すぎる枝を外して、で小枝の方に力をつけていく。で小枝の方に力をつけていくことによって、その太すぎる枝っていうのは1本だったり、またその力が強すぎるもんですから、やっぱりこうゴツゴツ見えるんですけど、そういったところを小枝に立て替えていって、枝のほぐれを良くして見せていく。でそれと木のバランスですね、樹勢のバランスも同時に整えていくというふうな、そういうふうな作業ですね。皆さんこの枝をご覧になってください。この枝を見ていただきましたら、ぐーっとこうまっすぐこう出てますよね。で枝の輪郭的にはこういうふうな枝の輪郭ですけども、そこからやっぱりこういうふうにはみ出してますよね。でこういうふうにまっすぐになったこの立ち芽っていうのは、ますますどん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 樹勢がついていきますから、ですからこういうふうな枝っていうのは、中の方のここに新しいこう胴吹き芽があるんですけどね、ここに小さな芽があるんですけど、ここまでこういうふうにこの股枝切りを使いまして、こういうふうに立て替えていくっていう、こういう作業になりますね。でこういったところを、いろんなところを、強すぎるところとか、そういったところを中の方の太の小枝に立て替えていく、これが切り込みですね。皆さん今度はね、こちらをご覧ください。こちらの枝もここからまっすぐにズドーンと伸びてますよね。でここまでまっすぐで、ここもまっすぐ、ここもまっすぐっていうふうに伸びてますでしょう。でそれで中の方の懐芽を見ていただいたら、ここにこうカクッと曲がって、こっちに短く止まってる葉っぱがありますよね、芽があります。そしたらこういったところを、このここまでこういうふうにこう切って、でこうすると枝がこう立て替わって、立て替わるごとに枝が細くなっているというふうな、そういうね状態になっていきますよね。ですからこのまっすぐズドンと伸びているような感じのところを、中の小枝に立て替えることによって、しなやかな枝のほぐれを作っていくという、こういう作業ですね。はい、ここらの今度のねパターンの場合は、あんまりこれは節間がそんなにこう伸びてはないんですけど、でもここがまっすぐにこうなってますよね。ここカクッと曲がって、ここがズドンとまっすぐに曲がって、ここからまたカクッと曲がっているというふうな感じになってますね。でちょっと見えにくいかもしれませんけど、根元のところにはこういうふうに芽があると、この芽ですね、いうふうな感じの状態になってた時に、やっぱりどうしてもこう横から見るとここのまっすぐがものすごく気になりますから、こういったところなんかも、もうここまでこういうふうな感じで切り戻してあげて、先端の芽にもう一回伸ばして、できるだけ枝が先端に行けば行くほど細くなっていくっていうふうな感じのことをやっぱり作ってあげた方がいいですよね。はい、それではね、剥がりが終わって、剪定も、終了しまして、このように枝もだいぶこうほぐれたような姿になったんじゃないかなと思います。今後はですね、これで枝数をさらに増やしながら、花芽をねまたつけて、ところどころにこういう小さな実をつけていくっていう風な感じの状態になっていくとは思うんですけど、これは未生の直輪で種から作ってるんですよね。で種から成長している直輪っていうのは、約未生から33年とか5年とか、そのぐらいの年数が経たないと実ってつかないんですよね。ですから等価輪の場合だったら、もう2年とか3年とかで、そういうので大きな実をつけますけれども、これは未生花輪ですから年数がだいぶかかります。まだもうそうですね、10年とかそのぐらいはかかるんじゃないかなと思いますね。まだそれまでは枝をじっくり作っていきながら、蜜姿をね
そういったものに備えていくっていうふうなことですね。はい、以上で、まあ、あの花梨のね、剪定とか剥がりとかの、まあ、動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。